暁から砂の家に招かれるとはよほど重要な商談であると、そう考えてよろしいか。暗殺というなら遠慮させてもらいたいがな。これは一本取られましたな。まさかここに来て商談相手にマスクをかぶられる気分を知ることになろうとは。これでよろしいですかな、七茂陛下。いえ、リリラお嬢様とお呼びした方が。七茂でよい。どうやら余興は楽しんでもらえたようなのでな。早速商談に移りたいのじゃが。よろしいでしょう。一体どんな提案をしてくださるのですかな。ザナラーンに居留するアラミゴ難民についてじゃ。彼らの祖国への帰還を支援したい。戦勝祝賀会の一件の詫びとして受け取ったソナタの財産の半分とテレジアデレジの権益、これを財源として公費を投じるつもりじゃ。しかしこの計画はアラミゴ難民のためだけではなく、我らウルド派にとっても投資に見合う益のあるものとしたい。そして利益を上げることにかけて100億ギルの男と呼ばれるそなたに勝る者はおらぬじゃろ。どうか知恵と力を貸してはくれまいか。どうやら女王陛下も世の中の仕組みというものをいろいろと学ばれたようですな。詳しい話をお聞かせ願いたい。なるほど、難民の帰国を支援する見返りに当地で新たな産業を起こし、利益の一部をウルダ派の民へ還元すると。よき考えと存じます。理念は実に素晴らしいが、未だに事業としては具体性に欠けると言わざるを得ませんな。さすがにウルダ派随一の商人じゃな。手厳しいが確かに具体案を考える必要がありそうじゃ。ところでそなたは戦いの過程でギラバニアの地を横断し、さまざまな場所を見てきたはず。どこかに今回の計画に適した難民たちが住まい産業を起こせるような集落はあったか。確かに採石業なら利益が出る可能性はある。だが重い石材の運搬にかかるコストを考えれば魅力的な産業とは言えまいな。確かにウルダ派とアラミゴの交易が始まれば中継地としての宿場町は重要性を増すだろう。だがすでにいる住民たちを養う以上にはなるまい。
ソルトリーか。ロッホセルコに面した塩漬け工房があった錆びれた村。かの塩湖の塩には独特の旨味がある。帝国の侵攻によって供給が断たれた時には美食家たちが大いに嘆いたものだ。わしも含めてな。塩とは食の基本にしていかようにも姿を変え多くの品を生む。そう、莫大なギルに姿を変えるやもしれぬな。どうじゃ、当地の住人との交渉は必要になろうが、この計画に東アルデナード商会として乗るつもりはあるか。よろしいでしょう。ミラバニアの白き結晶を我が商会の知恵と力によって100億のギルへと変えてご覧に入れましょう。それがアラミゴを助け、かの猛牛が進むべき道を照らさんという我らが女王陛下のお望みとあらば。交渉成立のようじゃな。
すまない。遅くなった。またもフォルドラの処刑を求める市民たちが騒ぎを起こしてな。対応のため走り回っていたのだ。どうにか説得して解散はさせたが。やれやれ、貴様に愚痴を言っても始まらんだ。話というのはだな、山岳地帯への進軍中にアレンバルドたちの部隊が拘束した二人の捕虜のことだ。当初はその軍曹から帝国兵と思われていたが、取り調べの過程で正体が判明した。ユーハセとローレンティス、そう、イルベルドに従って逃亡していたクリスタルブレイブの残党だ。どうやら奴らはバイサルの頂上にて神竜召喚の逃げとするため、解放軍の闘士たちを虐殺するのに一役買ったらしい。そんな連中を貴様ならどう裁く？あれだけの裏切りを受けてなお除名を求めると、優しいな貴様は。ともかく貴様の気持ちはよく分かった。いずれ同盟軍として法廷で裁くことになろうが、その時には参考として貴様の意見も提出しておこう。さて、要件はここまでなのだが、すまぬが、もう少し時間をもらえるか。少し歩きたい。イルベルドの件では貴様にも迷惑をかけたな。我が輩のどちらつかずにも見える態度が奴を強行へ誘った面があるのは間違いない。すまなかった。だが貴様を筆頭とした暁にピピンを含めたエオルゼア同盟軍の将兵たち、そしてアラミゴの同胞たちの奮戦によって祖国は奪還できた。暫定政権の主導で新たな国の在り方についてもほどなく方向性が示されることになるだろう。そうなれば我が輩はウルダハへと戻り、これまで通りナナモ様を支えるつもりだ。父上。もちろん、ここアラミゴは我が輩の生まれ故郷であり、捨て去りたいわけではない。帰郷を考えなかったわけではないのだ。実のところ一人の気ままな傭兵として貴様と共に戦いたいと無双したことすらあるのだぞ。だが我が輩はナナモ様の剣になると誓った身、やはりその誓いを破るわけにはいかぬのだ。父上、それは真なる心の声なのですか？無論だ。我が剣と心は常にナナモ様と共にある。どうしてだろうな、貴様にはこの決意を伝えておきたいと思ったのだ。